アステル東京。アステル東京とは、本校ではかつて関東地域においてアステルブランドを用い展開されていた PHS 事業、またそれに付随する事業を称述。もともとは PHS サービス提供に向けた企画調査会社、株式会社テレウォーカー東京を東京企画として1994年9月に設立。翌1995年1月に株式会社アステル東京と社名を変更した。東京電力の通信会社である東京通信ネットワークを軸に日本テレコム、JRK、国際電信電話、日本高速通信、トヨタグループ、道路公団系、東京テレメッセージ、三井物、三菱商事、住友商事、東京電力、東日本旅客鉄道の10社が主要株主である。NTT と第二電電はそれぞれ PHS 事業会社を設立していたため、それに属さない企業が PHS 事業に関与する寄り合い所帯の会社として誕生した。サービス開始は NTT パーソナルや DDI ポケットと同じく1995年4月1日を予定していたが、半年後の1995年10月1日に延期された。これはサービスの肝となるTTNetの回線を使用した独自網によるネットワーク構築を断念し、NTT、当時のネットワークを使用した NTT 依存網へ転換したためや、全国のアステルブルーで入り乱れる独自網と NTT 依存網の接続構成の構築に時間がかかったためである。当初はバックボーンにTTNetのネットワークを使用する予定であったが、ライバル並みのサービスエリアの拡大への素早い対応が可能か懸念視されたことや、そもそも当時のTTNetはまだ ISDN サービスを手掛けておらず、電話交換機等の設備的にもアステルが必要とする ISDN の需要に対応するのは困難であったこと、TTNetがISDN サービスの引き下げを開始するのは1997年4月、大株主の日本テレコム KDD 等がTTNetにインフラを握られるのを快く思わなかったことなどの理由から、独自網を諦め仕方なく NTT の ISDN 網を使用することになった。アステル関西等が NTT 依存網型を採用したのも同様の理由である。それでもサービス開始から2年程度、独自網の地域会社へローミングした際は発信のみ可能で着信不能いう事態が続いた。結局アステルの特色ともいえる、どこでも市内コールや5円コール、インターネット常時接続のような斬新なサービスの導入が可能になるのは、TTNetによる吸収合併後の独自網の切り替えを待たねばならず、しかも常時接続は関東では結局提供されなかった。アステルの魅力を引き出せなかったことが結果的に敗因となった。しかし、出資会社の強みを生かして、JR 東日本をはじめとする駅構内のアンテナ設置や電柱へのアンテナ設置は驚異的なスピードで配置された。特に中、高出力型の電柱頂上へアンテナ設置するタイプはアステルの独占上であった。しかし黎明期はアンテナが設置されても、ネットワーク工事が進まず、ひどいケースでは、設置から半年ほど稼働しないこともあった。家の近くにアステルのアンテナがあるから、アステル PHS を買ってみたけど、稼働していないから使えないという不評が多く、アステルのレッテルは根強く残ることとなった。サービス窓口をきめ細かく設置し、現在は au や Wilcom を取り扱っている。トヨタ自動車のディーラー内携帯電話販売店、PiPit はもともとアステルスポットとして開設されたところが多い。これは日本高速通信を通してトヨタグループが出資していたことに由来する。移動中の車や電車では使えない、途切れがひどいなど、当初の PHS の不評とネットワーク整備の遅さから東京テレメッセージと共同でポケットベル付き PHS の発売やパワーアンテナと称するホームアンテナの開発、格安の貸し出し等で努力したり、移動通信では当時最速の通信速度のためデータ通信を利用するユーザーの根強い支持があったものの、音声通信が中心のユーザーには同時期に端末価格、加入料、基本料が下がって加入しやすくなってきた携帯電話に流出するになった。1998年10月には PIAFS 接続による独自ネットワーク網を用いた文字情報サービス、文字をサービスを開始。1999年1月に登場する i モードの先駆けであったが、独自網のため勝手サイトはサポートしなかったことや、E メールサービスの提供開始が DDI ポケットのエッジサービス開始と同時期、1999年秋にずれ込んだことから爆発的な人気にはならなかった。1998年に NTT パーソナルが経営の継続を断念したことと同じく加入者数の伸び悩みによる経営不振により日本テレコムなど出資者と協議の上、1999年4月1日付で株式会社アステル東京はトトネットに吸収合併し、トトネットの1サービスとして再スタートを切った。この頃になるとバックボーンに ISDN ではなく専用線やダークファイバーを用い、光ファイバーを直接接続できる PHS アンテナが使えるようになっていたことや、トトネットが1998年に中継電話サービスの東京電話を開始したことを機に電話交換機等を大幅に増強したため、設備にアステルの需要に対応できるだけの余裕が生じていたことなどから、NTT に支払うアクセスチャージの軽減等を目的として、従来 NTT の ISDN 回線を主体としていたアミ構成を順次トトネット独自の光ファイバ網に切り替える作業が進められた。同年5月には東京電話とアステル東京のセット割引サービス東京セットを開始、12月には東京電話インターネット等の ISP に接続する際の通話料が割安となる6アットックスサービスも開始した。2000年5月にサービス名称を東京電話アステルと変更し、ロゴタイプも東京電話に準じたレトロ調になった。同年12月には、コンパクト HTML ブラウザ、任意の ISP、PIAFS アクセスポイント、メールサーバへ、接続可能な仕様を組み合わせた、.i と対応機種、AJ-51 をリリース。任意のアクセスポイントへの接続は先駆けであった。しかし、同時期にサービスインしたカラー A 気象、12話音。着信音、外付けカメラ H、リンクサウンドマークと音楽配信などを兼ね備えたフィール H とガチンコ勝負となった。1999年12月よりカラー液晶の携帯電話端末が登場している状況下で発売されたモノクロ液晶と3和音の AJ-51 は一般人に広く受け入れられず契約数が増加する起爆剤にはならなかった。この頃トトネットの法人顧客等を対象に内線 PHS 向けの拡販にも力が入れられた。アステルの加入者減少には歯止めがかからず、結局2002年4月には東京電話アステル事業を鷹山グループに譲渡することが正式決定した。またそれに伴い経費削減の一環として直営店のアステルプラザを順次閉鎖し、端末の販売やユーザーサポートは原則としてウェブ上で行うこととなった。2002年8月1日に鷹山がトトネットから東京電話アステル事業を買収し PHS サービスを子会社マジックメール東京テレメッセージ継承会社が請け負うこととなった。またブランド名もアステル東京に戻した。旧東京テレメッセージは当初のアステル東京出資企業の一社であり、再び提携関係を持つことになる。この際トトネットは鷹山に事業支援金として60億円を支払っている。なお、マジックメールは同年10月1日付で鷹山に合併されている。鷹山にはアステルグループの中核としての復活が期待されたが、譲り受けから間もない同年11月30日にアステル九州が新規加入受付を中止したことで、早くも暗雲が立ち込み始めた。新生予算の下でデータ通信の最大 64kbps 化や関西電力と共同でデータ通信の定額サービスを提供すると計画されたが、いずれも頓挫。新音声端末の投入もアナウンスされたが果たされることはなかった。また、データバリュー、定額100プランといった新料金プランを導入するも、顧客流出を止めることができず、コスト削減のためにサービスセンターの閉鎖やアンテナの間引きを行い、そのことがさらなる顧客流出へとつながった。2004年8月31日には、同年11月30日をもって、他地域アステル事業者エリアでのローミング、.i、アステル PHS 電話機での簡易ウェブ閲覧サービス、文字をサービス、留守番電話等音声通話を除くほとんどのサービス終了がアナウンスされた。しかし、利用者の反対などにより、メールサービスについては10月31日存続が決定された。経営難などにより、他地域のアステル事業者各社が2003年末から次々と PHS 事業からの撤退を決め、アステルグループとして全国エリアでの提供が不可能になる中、鷹山と DDI ポケット、現、ウィルコムは既存のアステル東京利用者へ DDI ポケットのネットワークを提供するなどで合意。2004年9月13日より全国コールサービスが開始された。既存のアステル東京利用者でもこのサービスへ申し込めば、アステル東京管轄の1都8県も含め全国の DDI ポケットサービスエリアで通話や PIAFS によるデータ通信が可能であった。しかし、この全国コールサービスは利用者のアステル電話機端末へ DDI ポケットの電話番号を入力するものであり、電話番号の変更が必須で旧来の電話番号を継続して利用することは不能だった。その対応として、無料で1ヶ月間新番号へ転送するサービスは用意されたものの、本来の意味でのローミングとは異なるものであり、むしろ今でいうところの MVNO に近い、当初発表していたローミングサービスという呼称は、中途で全国コールサービスに変更になった。またアステル電話機へ、他事業者の電話番号を入力したため、メールやウェブ、高速、ハンドオーバー等の機能が利用できなくなった。さらに157、サービスセンターの電話番号へ発信すると余山では、なく DDI ポケットのサービスセンターに接続されるという珍事も起こった。これは、アステル電話機が DDI ポケット網を使うことにより、DDI ポケットの電話機として認識されていたためである。アステル電話機以外で、アステル東京契約を行っていた場合は、全国、コールビスへ申し込む際アステル電話機に無償変更ということになっており、同じ端末を継続して全国コールサービスを利用することはできなかった。アステル電話機でも一部機種 A151、A152、I11、I15、AN11、AI15、AD11、AC91、MAN2 では継続使用できなかった。なおサービス開始当初は、課金システムが20、DDI ポケットからの請求を、アステル東京が取りまとめであったため、基本料は翌月、通話料は、翌々月に請求されていた。通常の翌月請求になるまで数ヶ月を要した。DDI ポケットとの取り決めで、全国コールサービスへ申し込みが行えるのは2004年8月末時点での、アステル東京利用者のみになっており、申し込みが一巡した2005年3月頃、全国コールサースの新規受付が終了になった。以前から、鷹山は保有する PHS 基地局を公開し、広域無線 LAN 網を整備することに意欲を見せていた。その計画を実現するため2005年、平成17年2月10日、YMAX 方式による定額通信サービスへの参入を発表。PHS 基地局の無線部分を YMAX 方式の無線部分に交換し、無線 IP ネットワークを構築。現在の PHS 利用者へは、新しいネットワークを利用した IP 携帯電話サービスに移行させ、PHS 事業からは撤退するといった方針が示された。まず、同年2月15日に、テレメトリングサービス、遠隔監視等利用の新規受付を終了。一度存続が決定した文字をサービス .i、位置情報サービスも翌月の3月31日に終了。メールサービスを利用したいがため、全国コールサービスへ移行しなかった利用者に不便を強いた。4月20日には、YMAX 事業へ経営資源を集中するために PHS サービス、アステル東京、ボイススポットフォンサービスの新規受付を終了。テレメトリングサービスは存続させるものの、存続と引き換えに、基本料金は約4倍に大幅値上げすることになった。続く7月頃、アステル東京の PHS 利用者へ移行確認はがきが送付された。当初、ヨザンは PHS 利用者を IP 携帯電話へ移行させる予定であったが、YMAX サービス開始後も当分は移動帯サービス、IP 携帯電話サービスが行えないと判断。アステル東京電話サービス利用者は、ボーダフォンの携帯電話へ、全国コールサービス利用者は、ウィルコムの PHS へそれぞれ移行を推奨する内容であった。移行希望者へは、指定機種の端末代金と事務手数料が無料になる措置が取られた。なお全国コールサービス利用者はウィルコムへ同じ電話番号で移行が可能であった全国コール申し込みの際、ウィルコムの電話番号へ実質的に変更されていたため、そしてついに同年11月30日、アステル東京ブランドの PHS 音声サービスを終了した全国で9社目の撤退。その後も他社への移行が困難な PHS 事業はしばらくサービスを提供していたが、ボイススポットフォン、VS フォンサービスは2006年、平成18年5月31日にテレメトリングサービスと PHS 網を利用した児童見守りサービスは翌6月30日に終了。この日をもって、ヨザンは PHS 事業から完全撤退することになった。現在でも多数のアステル基地局が電柱に残されている。YMAX サービスのために確保しているようにも見えるが、YMAX サービスに必要なアンテナは PHS よりも少ないと発表してお、YMAX サービスも凍結され、撤退費用も捻出できないためとしている。2017年、平成29年9月20日、ヨザンが東京地方裁判所より破産手続き開始の決定を受ける。月額2835円、税込み。ウィルコムの標準コースや NTT ドコモのプラン270と同格のプラン。無料通話分はつかない月額2079円、税込み。ウィルコムの広奥コースと同格。標準コースよりも基本料が安いが、夜間通話料がスタンダードプランの倍額となる。月額2079円、税込み。デートークプランとは逆に昼間の通話料が倍額。月額1029円、税込み。データ通信用に指定した3つの電話番号のみに発信できるプラン。発信先はプロバイダーのアクセスポイントを指定することとなる。月額5040円、税込み。スタンダードプランに2800円分の無料通話がつく。2002年10月に親会社であるヨザンとアステル事業を引き継いだマジックメールが合併した際、キャンペーンとして2003年1月まで無料通話分が8200円分に増えた。月額3360円、税込み。デートークプラン2600円分の無料通話。月額3360円、税込み。ナイトトークプラン2600円分の無料通話。以上の料金プランは2004年2月分より200円値下げされた。その代わり、東京電話とセット契約での通話料割引と複数回線契約時に無料通話分の共有が廃止された。月額3360円、税込み。データ通信用のプラン。2800円分の無料通信分がつく。ヨザン傘下に入った直後の2002年12月登場。ヨザンはこれを純定額と呼称。2004年2月の料金改定時に廃止。月額3129円、税込み。60秒以内の通話が月100回まで無料という固定、移動帯ともに今まで類を見ない料金プラン。ヨザンではこれを純定額と呼称。VS フォンの VS プラン60と比較すると割高だが、端末の買い替えを伴わずに利用できる .i や文字をの E メールやコンテンツサービスが利用できるといったメリットがあった。2004年3月に登場したプランで、登場した際には AJ-51 の新色ライトゴールドが登場するなど社オンキャンペーンが行われた。月額1029円、税込み。指定した3つの電話番号と110番、118番、119番の緊急通話番号及び157、アステルサービスセンターへの発信のみが行えるプラン。着信は無制限。文字を.i の E メールやコンテンツサービスも使用不可で端末も専用機のみ。月額210円、税込み。着信専用で発信はできない。加入するための条件が既存アステル契約者のみ、端末も専用端末のみで持ち込み加入はできないなど他地域に加えて厳しかったが、待ち受けのみでも差し支えのない家族、知人間の連絡に活用できた。詳細は、アステル内の通信端末を参照のこと。プチペイドは、東京電話アステル予算時代に存在した、プリペイド式 PHS サービスである。ここでは、玩具店ルートで販売された、トミーのプリピッチや、セガトイズのピートもについも記述する。プチペイドは2000年10月に、東京電話アステルより、販売が開始され、同年11月16日より、トミーやセガトイズから各々の独自ブランドとしても展開された。プチペイドからの発信はアステル東京エリアのみで可能で、着信はアステルグループ全域で可能であった。開始当初は通話、一般電話や携帯電話、PHS、国際電話サービスのみであったが、2001年2月7日より文字をメールやスーパー着メロ、高速データ伝送サービスも開始され、さらに、どこかな?サービス、位置情報サービスなど、PHS の特性を生かした、機能拡張も順次行われていたが、その後は、拡販や拡張も、ほとんど行われることなく、予算へ PHS 事業が、事業渡し、2004年6月9日に、サービス新規申し込みが終了し、同年11月30日に廃止された。また、廃止の際に当番でのアステル通常契約以降の案内がされた。以降、設備は VS フォンオンデマンドサービス、プリペイドサービスへ流用されたが、こちらもほどなく廃止された。発信、通話可能期間。通話可能期間が終了後は着信猶予期間として60日間着信と一部、番号のみ発信可能。この期間を過ぎると、解約扱いになる。プリペイドカードは、アステルショップや、玩具店、ローソンのラッピーで、購入が可能であった。自社販売以外のものは、販売元のブランド名と会社名が書かれていた。6は 32kbps データ通信対応の PHS から利用できるネット接続サービスで、専用の電話番号を、東京電話の電話回線へ発信すると通話料が1分6円で通信できる。ボイススポットフォン、VS フォンサービスは、PHS を用いた屋内向けワイヤレス、電話サービスのブランド名称である。顧客離れが続いた PHS 事業の立て直しを狙い、据え置き型タイプのデザインを採用した PHS 電話機、ボイススポットフォン、VS フォンを発表。新たなサービスで固定電話利用者取り込みを狙った。技術的には WLL に相当する。固定電話でないため工事費用や電話加入券が不要であり、電波が届く範囲ならば、電話機本体の設置場所が自由にできるというメリットがあった。実際のサービスには、従来からのアステル PHS 網を利用していたが、アステルというブランド名称は使用せず、予算ブランドでサービス展開を行っていた。2004年4月1日サービス開始予定だったが、開発や認証試験の遅れなどにより実際に申し込み者に端末が到着したのは6月中旬以降になった。また端末を申し込むにしても量販店頭での店頭販売が行われなかったため、予算のサービスセンターへ電話をかけ申し込み書を取り寄せねばならず、宣伝等もほとんど行われなかったため一般顧客にその存在が知られることはなかった。サービス開始時に用意されたプランは、1回60秒から180秒以内の通話が月100回まで無料という独特のものだった。後に、無料通話がつかないプランや、オンデマンドサービス、プリペイドサービスも追加された。その他、屋内外で持ち運び可能なキャリング型 VS フォン、FTTH 対応の IP 対応型 VS フォン、YMAX 対応の VS フォン3の開発が計画されていたが、いずれも市販までには至らなかった。アステル東京同様2005年4月20日をもって新規受付を終了。他社へ移行を推奨しようにも代替となるサービスがなかったため、PHS 音声サービス終了後もしばらくサービスを継続していいが、2006年5月31日をもってサービス終了。それ以降も VS フォンの利用を希望するユーザーへは、ウィルコム契約の VS フォンに交換という措置が取られた。しかし2012年4月30日をもって、ウィルコムが他事業者向けに製造された PHS へのサービスを終了。INTS と PHS 間のガードバンド変更に伴うものするため利用できなくなった。同様の端末として、8ビット製の WX02A が2011年11月25日、ウィルコムよりリリースされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。